私は上司、今日は部下と神戸駅で待ち合わせ。部下は電車、私は車で神戸駅へ向かいます。神戸駅前の駐車場に車を入れるつもりだけど、その前に部下と合流できたらラッキーね。こんにちは、ここは大阪駅。今日は上司と神戸駅で待ち合わせ。プロレスリングが上がります。待っててくださいね上司、今神戸駅へ行きますからね。大阪駅からわずか30分弱、もう神戸駅に到着です。大阪神戸間は日本で2番目に開通した鉄道路線。ここ神戸駅は歴史ある駅です。東海道本線の終点であり、山陽本線の起点でもあります。ところで上司はどこにいるのでしょうか。上司に電話をしてみます。もしもし上司、神戸駅に着きましたよ。上司はどこにいらっしゃいますか。あら、タイミングが良いわね。私も神戸駅のすぐ近くよ。神戸駅南交差点にいるから迎えに来て。駅からすぐよ、ガチャン。上司は神戸駅南交差点にいるとのこと。この駅の南とはどちらでしょうか。駅の案内を見てみましょう。海方面ご案内、出口浜手。なんということでしょう。東西南北が記されていません。山方面ご案内、出口山手。歴史ある駅、クラシカルな雰囲気は最高です。でも普通の駅ならあるはずの北口とか南口など、東西南北が一切記されていません。神戸駅は東西南北を一切表記しない珍しい駅のようです。私は神戸駅に詳しくなく、海側や山側と言われても南がどちらなのかさっぱりわかりません。でもこんなこともあろうかと、方位磁石。カメラでは少しわかりにくいですが、方位磁石は画面に向かって左を北と示しています。画面左が北、私から見て駅は東、つまり上司の待つ南は画面右方向。方位磁石の指示に従い神戸駅の南へ向かいます。神戸駅の線路自体、姫路方面へ進みます。姫路方面なら南ではなく西では、いいえ、神戸駅の周辺は違うようです。こちらは Google マップより、意外ですが神戸駅は南北に伸びています。しかも海は東に位置しています。私は今線路に沿って姫路方面に歩いていますが、西ではなく南に歩いているというわけです。 JR 神戸線のすべての駅で、駅がこんなに見事に南北に伸びている駅はこの神戸駅のみ。神戸駅の南側の交差点にやってきました。おそらくここが上司の待つ神戸駅南交差点でしょう。なんということでしょう。上司の姿が見当たりません。確かにここは神戸駅の南の交差点、しかしここは東川崎と記されています。仕方ありません、上司に電話をしてみます。もしもし上司、
上司はどこにいらっしゃいますか？遅いわよ。あなたが来ないから神戸駅南駐車場に来たわよ。あなたもここに来なさい。ガチャン。なーんということでしょう。今度は神戸駅の南側の駐車場に来いとのこと。ここは先ほどの神戸駅の南側、つまりここにある駐車場こそが上司の待つ神戸駅南駐車場でしょう。なーんということでしょう。上司の姿が見当たりません。ここは確かに神戸駅の南の駐車場。仕方ありません。上司に電話をしてみます。もしもし、上司、神戸駅の南の駐車場に着きましたよ。上司はどこにいらっしゃいますか？遅いわよ。あなたが来ないから神戸駅南口バス停に来たわよ。あなたもここに来なさい。ガチャン。なーんということでしょう。今度は神戸駅南口バス停に来いとのこと。神戸駅南口バス停とはどこでしょうか？ Google マップで調べてみます。なーんということでしょう。神戸駅南口バス停は神戸駅の南ではなく東にあります。何が起こっているのかわからないと思いますが、私も何が起こっているのかさっぱりわかりません。とりあえず神戸駅の東にある神戸駅南口バス停へ向かいます。神戸駅の中央口、山側、山手の入り口から神戸駅の海側、浜手、神戸駅を通り抜けます。ありました。神戸駅の東側に神戸駅南口バス停、画面正面、レンガの建物が神戸駅。方位磁石は画面右を北と示しています。神戸駅はここから見て西にあります。つまりここは神戸駅の東となります。神戸駅の東なのに表記は南。ここは時空がおかしいのでしょうか？さらに東にやってきました。画面の前方が神戸駅です。最初に上司が言っていた神戸駅南交差点、神戸駅南交差点ですが、神戸駅から見て東にあります。神戸駅の東なのに表記は南。ここは時空がおかしいのでしょうか？ここも上司が言っていた神戸駅南駐車場、ここに至っては神戸駅の北にあります。方角は北なのに表記は南。ここも時空がおかしいとしか言いようがありません。ここは先ほどの神戸駅の中央口山側、先日の通り神戸駅の西となります。しかし神戸市が設置した案内板には、ここは神戸駅中央口北との表記。西なのに北、なんとここも時空が歪んでいます。時空の歪み、もしかして私はアインシュタインの相対性理論を実証してしまったのでしょうか？ノーベル賞を受賞しちゃうかも。なぜ神戸駅の周辺は東西南北の表記がめちゃくちゃなのでしょうか？実は
意図的に正確ではない方位を表記していると考えられます。先日の通り JR 神戸線で南北に伸びる駅はこの神戸駅だけ。普通大阪方面の列車では左が北、右が南、姫路方面の列車ならその逆となります。しかし神戸駅だけは正確に表記するなら大阪方面は左が西、右が東、姫路方面はその逆。しかし神戸駅が南北に向いていることに多くの人は気がつきません。そのため正確な方位を表記すると逆に勘が狂ってしまうのです。神戸人は基本的に海が南、山が北と認識します。しかし幸い神戸駅は海が東、山は西にもあります。この特徴を利用して神戸駅ではあえて東西南北を示さず海側、山側と表記。こう表記することで利用者の勘が狂わないよう配慮されています。また交差点や施設名も神戸人の特性である海が南、山が北という思い込みを配慮してあえて正確ではない方位を表記している優しさと考えられます。周辺の駅は東西に伸びる形の駅なのに、なぜ神戸駅だけは南北に伸びているのか。実は歴史に関係します。日本で2番目に開業した鉄道路線、大阪神戸間。1874年、明治7年、開業当時、交通の主役はまだ船の時代でした。貨物の積み下ろしに便利なように神戸駅は港に隣接する形で設置されました。こちらは1945年の航空写真。神戸駅の東側には巨大な貨物駅が見えています。開業当時から神戸港での貨物の積み下ろしに便利なよう駅は海沿いに南北に設置されたのです。しかし時代が変わり貨物駅は廃止、跡地は再開発され巨大な商業施設へと変貌しました。神戸駅が南北に設置されているのはこうした歴史的な背景によるものなのです。ところでバス停にも上司がいません。上司に電話をしてみます。もしもし上司、上司はどこにいらっしゃいますか。遅いわよ。あなたが来ないからハーバーランド駅に来たわよ。あなたもここに来なさい、ガチャン。なんということでしょう。神戸駅で待ち合わせのはずが、今度はハーバーランド駅に来いとのこと。私は鉄道に詳しくなく、ハーバーランド駅がどこにあるのかさっぱりわかりません。でも確かハーバーランド駅は神戸市営地下鉄海岸線の駅だった気がします。神戸駅の改札に入り、一旦 JR に乗って地下鉄の乗り換え駅まで行きましょう。隣駅、兵庫駅に到着しました。ここから和田岬線に乗り、和田岬駅まで行けば地下鉄に乗り換えができるはずです。和田岬線に乗り換えましょう。待っててくださいね上司、今行きますからね。和田岬線の改札に到着しました。なんということでしょう。和田岬線の改札に入れません。改札口がすべて閉じています。なんということでしょう。朝7時21分の次は、次の電車は夕方17時15分までありません。仕方ありません。次の電車まで数時間ここで待ちましょう。今回は方向の表示が特殊すぎる神戸駅のトラップのご紹介でした。神戸駅を利用するときは方位磁石ではなく勘に頼るようにしましょう。ご視聴ありがとうございました。
遅い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 。キキーギャープッツン上司遅かったか。